スコットランド一致長老協会は、スコットランドの長老派の協会である。1733年に改修による教職者推薦を主張して、スコットランド国協会から分離協会が独立した。その分離協会はさらに、自治都市の市民の制約を拒否すべきという反市民派と、制約を認める市民に分裂する。1761年に救済協会が、 スコットランド国教会から独立する。1820年にウェストミンスター信仰告白に記されている行政者の権限をめぐって新市民運派と新反市民派が合同して一致分離協会を結成する。1847年に救済協会が一致分離協会に合流してスコットランド一致長老協会が成立した。成立時には協会数百十四。 浸透数20万人を有した。スコットランド一致長老協会は、長老派の協会の中でも、徹底的な改修分離主義を貫く特徴を持っている。1868年に、スコットランド一致長老協会海外伝道局、総主事ハミルトン・マッキルが、新国伝道と日本伝道の開始を計画する。1872年に、海外伝道局における、 万丈一致により、日本選挙が開始された。スコットランド一致長老協会より、ヒューアデル、RY デイビッドスン、医師のヘンリー・フォールズ、エディンバラ医療選挙会からは、TA パームが派遣された。ありがとうございます。